皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました三菱 UFJ アセットマネジメントの中川と申します。本日はお足元の悪い中ですね、非常に多くの方、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。また、オンラインでもですね非常に多くの方、ご視聴いただいているというふうに伺っておりまますごご視聴いいただきましてありがとうございます。 であの本日、私からはですね先ほどタイトルにもございましたが NISA で考えたい配当に着目した投資戦略と題しまして主に3つのことについてお話をしたいという,ふうに思いますで1つ目が、まあ、あの配当のお話ですねあの非常に今個人の投資家の皆様の中で高配当株投資って人気が高い投資先だというふうに思います。 でこの配当の部分ですね、日米の高配当株のパフォーマンスの違いですとか、あるいはその活用方法などについて、ですね一つお話をしたいというふうに思います。2つ目が、弊社党信託の中でも、ですね高配当株投信というものをご提供しておりますので、その商品2つほどご紹介をさせていただきたいというふうに思います。 で最後に弊社の方からお知らせがですね、えっと二点ございますので、えそちらについてもご紹介をしたいというふうに思います。え二十五分間どうぞよろしくお願いいたします。はい、で早速あの本題の方に入りたいと思うんですが、えまあ配当の話に入る前にですね、えまあ今年から新しく新作が開始されました。で、えまあちょうど丸二ヶ月が経とうとしているわけでございますけれども。 あの本日ご参加いただいた皆様の中には例えばすでに1月の段階でこ、えー、今年の年間の投資枠をまあ決められた方もいらっしゃるかと思いますし、えー、積み立て投資枠だけで投資を始めてみたという方もいらっしゃると思いますあるいはこれから NISA を使って投資をしていくという方もさまあ様々いらっしゃるかと思いますですので最初にですね少しこ NISA での投資の考え方というところについてお話をしたいという,ふうに思います でえー、とニー a でのです、ね、投資の考え方、このコアサテライト戦略という考え方があると思っています。で大きく分けると2つあると思いますで。1つがこのコア1本でいくという考え方。コアというのは、積み立て投資枠の対象ファンド。まあ、こちらを使って生涯の投資枠である1800万円を投資をしていくという考え方。もう1つがサテライトを組み合わせてコアサテライトでいくという考え方。 このサテライトというのは成長投資額対象のファンドえ平たく言えばアクティブファンドが入ってくるかと思いますでえこの2つの考え方投資の考え方がですね、今年から始まった n i s にはあるというふうに思うんですけれどもあのいずれにしてもですねこのコアの部分をどういう商品でまあ長く投資を続けていくわけでございますので付き合っていくのかというのを最初にあの決めていただくということが非常に大切になるのかなというふうふに思います。 またこのサテライトの部分を組み合わせる場合はですねこのコアの部分との組み合わせ効果みたいなところ組み合わせる意味みたいなところをです、ね、考えて選んでいただければいいのかなというふうに思います。具体的に言えばですね例えばコアの部分と比べて国や地域が分散できるですとか業種が分散できるですとか あるいはよりリスクを取って高いリターンを求めるような商品に投資をするいろいろな考え方があると思いますがいずれにしてもこのコアをです、ね、軸に考えていただくというのがこのニーサを使っていく上ではでは、ねまあ、大切なポイントなのかなというふうに思っていますで、えー、具体的に世の中それではどのような商品にお金、資金がです、ね、入っているのかと言いますのが、まあ、こちらのスライドになります こちらはですね昨年2023年の1年間と今年の1月までのですね、まあ、合計した投資信託の資金流入額の上位5ファンドを示していますでご覧いただけますと、まあ、上位5銘柄のうちですね4つ、1位、2位、4位、5位のファンドがですね、まあ、積み立て投資枠対象のインデックスファンドになっていることが見て取れるかと思います。 1> で第1位はです、ね、弊社 EMAX スリムの全世界株式オールカントリーこちらはです、ね、おかげさまでこの期間資金流入額1兆円を超える資金をです、ね、頂戴しておりますまた2位もです、ね、弊社 EMAX スリムの米国株式サンド P500 でございますがこちらも9600億円を超えるというです、ね、非常に大きなご資金を頂戴しております でこのようにして見てみると非常にこのインデックスファンドの資金流入が NISA、まあ、が始まる前とそれか NISA が始まってからもです、ねまあ、加速して続いているというところがお分かりいただけるかと思いますけれども少し今回のテーマでもあるこの配当に,に着目した投資信託というものにもです、ね、実は資金が継続して流れてきているという状況にございます。 それがこちらのページの左側をご覧くださいこちらは青色のですね棒グラフが全体の資信託の資金流入動向それからオルセングラフの方が配当に着目したファンドの資金流入動向を示しています、まあ、ご覧いただけます通り配当に着目したファンドに対してもですね非常に強い資金流入が続いているということがお分かりいただけるかと思います で具体的にどのような商品じゃあお金が入ってきているのかというのが右側の表になりますこちらは昨年1年間,で1年間のです、ね、配当に着目したファンドの資金流入額上位10銘柄を掲載していますでこちらの表であのご注目いただきたいのが表の真ん中にございます投資対象国地域というところをです、ね、あの見ていただきたいと思います でこちら見ていただくと日本やアメリカこの2つがです、ね、非常に人気のある投資先になっているというのがお分かりいただけるのかなというふうに思います本日ご参加されている皆様の中にもです、ね、この日本の高配当株投資ですとかアメリカの高配当株投資をですで、ね、に投資されている方もいらっしゃるのではないかというふうに思います で本日はここの日本とアメリカの高配当株のまあパフォーマンスどのような違いがあるのかというところについて次から少し深掘りをしてお話をしていきたいというふうに思いますでそもそも高配当株投資とはですねえ名前の通り配当利回りの高さに注目をした投資戦略でございます その魅力は、何といっても定期的な配当金、あるいは分配金の受け取りが期待できることですとか、インカムゲイン、配当収入ですね、これを積み上げていただくということがですね、期待できる点かと思います。で高配当株投資はいわゆるバリュー株投資という、割安株投資の一つに位置づけられている投資戦略になります。 でここでお客様からご質問をいただくことがあるんですが、まあ、似たような名前で,です、ね、連続増配株投資というものもございますでこの連続増配株投資というのは年間の配当額をです、ね、増やし続けるような企業に着目をした投資戦略でございます こ今年よりも来年、来年よりも再来年と、毎年配当を増やし続けるような企業に、えー、投資をするのが、この連続増配株投資というものになっています。ですので、この連続増配株投資は、ですね企業の利益成長が期待できるという点において、えー、割安ではなく、どちらかというとグロース、成長性をですね、えー、追い求めたような投資スタイルになっているというふうに言えるかと思います。 まあですね、この両者の違いについては後輩当株投資はいわゆるバリュー株投資である一方連続増配株投資はです、ね、どちらかといえばグロース、成長性を追求した投資戦略であるというこの違いを押さ、ねえー、えていただければなというふうふに思いますでこのパフォーマンスの違いの方に移っていきたいんですけども、まあ右側の表がです、ね、日米の後輩当株指数の長期パフォーマンスをです、ね、比べたものになっています。 ご覧いただきますとこれ過去20年の長期的なパフォーマンスをお載せしていますが、まあ、いずれの指数もです、ね、しっかりと長期的に見ればまず右肩上がりになっているというところをです、ね、お分かりいただけるかと思いますでここからそれぞれの,このパフォーマンスをです、ね、少し分解して見ていきたいと思いますそれがこちらのスライドですね 左側に日本右側に米国それぞれ後輩当株のパフォーマンスを原始数となるようなインデックスと比べたチャートになっていますでこちらのパフォーマンスはトータルリターンのパフォーマンスをお示ししています株式のリターンにはです、ね、2つの要素がございます1つがキャピタルゲインと呼ばれる平たく言えば値上がり益によるう利益 もう一点がインカムゲイン、こちらは保有していることによって得られる配当収入ですね。株,価の株式のリターンにはこのキャピタルゲインとインカムゲイン2つの要素がございましてこちらのチャートではその2つを合わせたトータルリターンの推移をそれぞれ比較しております。 例えば日本左側の日本で見ますとグレーのです、ね、日経平均株価、こちらに比べて高配当株指数です、ね、こちらがです、ね、力強く、ね、長期的に上回って推移してきているというところが見て取れるかと思います。 これは米国もです、ね、この長期で見ればです、ね、同じような傾向になっているわけでございましてグレーンの S&P500 と比べて S&P500 後配投資数もです、ね、足元は若干、劣後している状況でございますがこの長期で見ればしっかりと価格が上がってきているというところがお分かりいただけるかと思います。 次にここから少しもう一つです、ね、違うチャートをお見せしたいというふうに思いますこちらは先ほどのトータルリターンではなくてプライスのリターンキャピタルゲインだけをです、ね、取り出したパフォーマンスの比較をさせていただいていますつまりこちらにはインカムゲイン配当収入の要因が考慮されていない単純な値上がり益を比較したチャートになっています こちらご覧いただけると先ほどのトータルリターンと比べてややですねこの景色が変わってくるといいますか見栄えが変わってくるということが見て取れるかなという,ふうに思います左側の日本株はですね非常にこの価格だけの上昇を見ましても日経平均株価と比べまして長期にわたって非常に力強く価格が上昇してきているというところがまずは見て取れるかと思います。 一方で米国の方を見ていただきますと非常にこの直近ですねグレーの S&P 0 0と高配当株指数である S&P 0 0高配当指数の差が大きく開いているというところが見て取れるかと思いますこちらの要因さまざまあるというふうふに思いますけれども例えば S&P 0 0の方ではマグニフィセントセブンと呼ばれるようなですね高成長なテクノロジー系の企業 まあこれらがですね全体の株価を引っ張っているとまあ牽引してきているというのが一つあるかと思いますまたアメリカにおいてはですね金利の環境が日本とは異なっていることも挙げられるかと思いますこの S&P500 の高配投資数直近の配当利回りは4.8%ありますがアメリカの10年債利回りこちらも4%を超えるような水準に足元を上昇してきています アメリカの投資家からすると同じような利回りをです、ねえー、取るにあたってよりリスクの低い債券、まあ、で十分、えー、目指せるというような環境にあるのがアメリカでございますですので、まあ、相対的な魅力としましては、まあ、このアメリカにおいてはです、ね、高配当株よりも債券、まあ、でこの利回りを取るというふうになっているというのが足元の現状かというふうに思います 一方で日本の場合は同じく日本の10年債利回りですねこちら、まあ、上昇してきているとはいえですね足元まだ1%未満というような水準になっていますですのでアメリカと比べて日本はこの利回りを求める中においてはですねこの後輩当株非常に人気の高いようなですね投資先となっているというのが足元の状況かというふうに思います でここでお伝えしたいことはです、ね、この日本の後輩党株はキャピタルと、キャピタルゲイン、この価格の値上がり益というものと、このインカムゲインですね、こちらのバランスが非常に取れたようなパフォーマンスになっているということを抑えていただきたいというふうに思います。一方で、アメリカの場合は、どちらかというと、キャピタルゲインよりかはインカムゲイン重視、まあ、こういったような価格のパフォーマンスの推移となっているという点を抑えていただきたいというふうに思います。 で次に、ですねこの後輩党株投資、どのように、えー、それでは活用していけばいいのかという活用事例をですね、えー、一つでご紹介をしていきたいと思います。こちらのページでは、年代別の金融産残高と、主なライフイベントのイメージというふうになっていますけれども、まあ、横軸は年代別で、縦軸が資産額になっています。 で現役世代、まあ、20代から50代前のようなですねいわゆる資産形成期のような方においてはですね、まあ、しっかりとこれ金融資産を増やしていただくということが第一の目的になる方多いと思いますのでこの後配当株についてはですねこの受け取った配当金については分配金についてはですね、まあ、再投資をして福利効果というものを享受しながらしっかりと おお、資産を増やしていただくということに、えー、重きを置いた方がよろしいのではないかというふうに思います。一方でえー、まあ、60代以降のようなですねどちらかというと増やすのではなくて、使っていくような。世代まあ、このような世代に入られる方にはおいてはですね、えー、キャッシュローの保管、日々のキャッシュフローの保管として。 分配金を受け取りながらですねそれをまあ生活の余価ですとか楽しみなどにですね使っていただく、まあ、こういう使い方がですねよろしいのではないかというふうに思っていますここまでですね後輩党株のパフォーマンスの違いですとか活用例についてですねお話をさせていただきましたが次からはですね2つ目当社がご提供する後輩党株ファンドのですねご紹介をさせていただきたいと思います。 本日は2つご紹介させていただきます。1つが日本の高配当株のファンドである日経平均高配当リマリ株ファンドという商品でございます。でもう1点が米国の高配当株、投信でございます EMAXISS&P500 クオリティ高配当インデックスという商品になっています。こちらのページ、それぞれですね概要をお載せしております。まず NISA に関しましては日経平均高配当リマリ株ファンドはですね 今年の1月の31日からですね、積み立て投資枠でも購入することができるようになっております。また運用スタイルはですね、この日本の日経平均高配当利まり株ファンドはアクティブファンド、アクティブ型。あ一方で E マクシス S&P 高速クオリティ高配当インデックスはインデックス型というふうになっております。 それぞれぞ少しパフォーマンス運用の特徴などについてです、ね、お話をしていきたいと思いますまず日本の高配当株に着目をした日経平均高配当利回り株ファンドでございますこちら非常にシンプルな運用プロセスというふうになっています 日経平均採用の225銘柄の中から予想配当利回りが高い上位30銘柄を基本的には投資をするという非常にシンプルな投資戦略でございますまたこちらのァンの年2回6月と12月に決算がございまして予想配当利回りに応じた分配金もお出しをしますまたその決算のタイミングに合わせまして銘柄の入れ替え組み入れ比率の調整というものも行っていきます こちらのページの右側は当ファンドと日経平均株価のです、ね、予想配当利回りの推移を設定来からお載せしております直近では当ファンド4.2%程度の予想配当利回り平均すると5.1%ということで恒常的にです、ね、高いような配当利回りを実現できているということがお分かりいただけるかと思いますで当ファンドのポイントは2点あるというふうに思います 1>, 1点目がですねこのインカム、配当収入の積み上げ効果が期待できるという点です。でこちらは先ほど活用の例として挙げましたけれども、まあ、あのしっかりと資産を増やしていくような方にとってはですねこのインカムを積み上げていただく効果というのをですねぜひあの目指していただければなというふうに思っています。 もう一点が分分配金の部分でございますこちらは分配金を受け取るという方にとってもですねこの分配金、年2回6月と12月にお出ししますがこちらも非常にシンプルなですね分配金の出し方予想配当利前の水準に応じて分配金を年2回お出しをします。 最後にこのリバランスの部分ですけれどもちょうど昨年の12月にです、ね、定期のリバランスがございましたこちらですね11月と12月で比べると7名柄の入れ替え組み入れ品質の調整といったものもしっかりと行っておりますで次にもう一つのファンド EMAXISS&P500 クオリティ高配当インデックスについてお話ご紹介をしたいと思います こちらは、ファンド名にもございます通り、S&P500 クオリティ高配当インデックスというものに連動した投資成果を目指すインデックスファンドでございます。でこちらはです、ね、先ほどアメリカの高配当株のパフォーマンスで、少しキャピタルの、キャピタルゲインがまあ弱いというようなお話をしましたが、このインデックスはですね、まあ、そのキャピタルゲインを補う効果が期待できるのではないかというふうに思います。 このインデックスは S&P500 構成銘柄の中から配当利回りが高い上位200銘柄とクオリティスコアと呼ばれるクオリティの高い上位200社をですねそれぞれピックアップしてきまして両方の特性を可能性のある銘柄に厳選投資をするようなインデックスファンドでございます。 でこちらがです、ね、この指数の長期的なパフォーマンス左側になりますけれどもしっかりとこの S&P500 や、ね、S&P500 後輩等指数をです、ね、上回って推移をしてきているというところがお分かりいただけるかと思いますまたこの右側特性値のところを見ていただくとこの指数です、ね、非常に分かりやすいのではないかな理解しやすいのかなと個人的には思っていますが こちらはですね、S&P500 とそれからクオリティ高配当指数そして高配当指数この3つの指数の配当利回り ROEPBR という特殊性値を比べた表になっています例えば、配当利回りを見ていただけますと S&P500 は1.5%に対し高配当株指数はですね、4.8% このファンドがベンチマークとしているクオリティ広配投資数というのはちょうど真ん中あたり3.2%のです、ね、配当利回りの水準となっていますまた真ん中の ROE= 企業の収益性や効率性を表す指標でございますがこちらを見ていただくと S&P500 は17.9%と非常に高いような水準感 一方で後輩党指数は8.4%と非常にちょっと水準としては低いような水準にあるわけでございますが当ファンドの指数クオリティ後輩党指数は16.5%とこのような収益性や効率性を兼ね備えているというところがこのような特性値からもですね見て取れるかというふうふに思いますですので長期的なパフォーマンスもですねしっかりと上昇しているというところが このような背景になっているというふうに思っています。で最後にですね、えー、お時間も迫ってまいりましたので、弊社の方からあお知らせに二点ほどございますので、えー、お伝えをさせていただきたいというふうに思います。でまず一点目がですね、えー、先ほど冒頭でも資金流入動向のところでお話ししましたが。 あ弊社がですね s b a 証券さんとコラボしてこのオルカンクイズというものをリリースさせていただきました非常にこのオルカンオールカントリーですねえ皆様にもですねえご愛顧いただいている商品でございますけれどもえまあよりですねこのオルカンについてもっと知っていただきたいという思いからこの s b a 証券さんとコラボしてえこの全10問のクイズ形式のですねえものをリリースをさせていただいております。 でホームページの方にも記載して掲載していただいておりますので、ぜひ SBA 証券さんのホームページご覧いただきましてチャレンジしていただければと思いますし、こちらの資料ですね、QR、2次元コードも載せておりますので、ぜひ挑戦していただければと思います。また、本日ご来場の皆様におかれましては、当社のブース、ちょうどこちらの正面、裏側に当社のブースございますけれども、このオルカンクイズを使ったイベントも行っておりますので、ぜひお立ち寄りいただければというふうに思います。 それでは本日私からのご紹介ご説明の方は以上とさせていただきます最後までご清聴いただきましてありがとうございました